とりあえず寝てるように見えるんだっていう書き方や考え方の話をしたいと思います。接地面をとにかく潰すっていうのがポイントです。このここです、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 ここがね、とにかくね、一直線、これ横図の場合はですけどね、ただ斜めとかもうちょっとアングルが変わった時でもどこに接触してるかっていう接地面はとても重要です。で、横から見た時はこれまっすぐなんです。これを僕はどのように取るか、バーって直線引くじゃないですか。そしたらギザ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 、この感じで考えます。ここお尻ですね、これパンツですね、ここ、膝ですね、足首ですね、こんな感じ。これもいつものやつと同じですね、考え方と。そして確か横向きの、横の体のポーズの書き方みたいなね時に解説してたと思うんですけれど、ほらこれで見えるでしょ、横向きで立ってる人は、背中に壁を感じながらこのように書くと横向きに見えますよっていう話はよくするんですね。なんですけれど、今度ね、このようにうつ伏せで寝てるときは逆に設置してる地面の方にこう直線を作ります。あー、そっかそっか、そこもちょっと説明しようか。じゃあこれはうつ伏せですね、うつ伏せで仰向けの寝てる人はどうしたらいいんだ、ちょっとこっちに書こうか。仰向けで寝てる人はですね、当然ながら、背中側に壁を作りね、そして書いてきゃいいんですけれど、で、どこに圧が加わるかがポイントなんですよ。圧ベスト3を選んでください。あは頭、いは背中、あばら骨の後ろ、うはお尻、えは、まあ、足全体でいいよ、足。これでベスト3をこう選んでください。あ、い、う、え。どこにどのぐらいずつ重さが、ウェイトがかかってるか。お、あ、う、え、い、あ、う、あ、う、い。みんなあが重いようですね。でもあなのかな。これもね、僕厳密に測定したわけじゃないんですけれど。ちなみに理由言えます？これ僕の勘なんで、本当になんかそういうシートがあって、ね、測定シートがあって、その上で測ったわけじゃないんですよ。これ絵的な直感で言った時に、僕の思うやつです。いう、あかなって思ってます、僕は。なんでかってちゃんと理由があります。雪の中に俺飛び込んで寝たことあるんだよ。雪の中にバターンってね、行くと、背中がやっぱり一番、こうへこみがでかいんですよ。で、頭のへこみはちょこっとで、背中のへこみすごいんですよ。そしてお尻がもっこってなるんですよ。っていう風に考えると、やっぱり胴体、特に背中、腰、ここが人間のやっぱりね、すごく重要な要素。そして寝てる時に接触してるところがそこなんだよ、結局は。こことここと、まああとちょこっとここと、あとまあこのふくらはぎと、そして頭、この4箇所5箇所ぐらいに主に圧がつく、圧がかかる。で、これがどういうことにつながるかというと、寝てる人を描くときにそこに大きなシワを作れなんですよ、結局。ベッドに寝てる人を描きますと、まあこういうシーン多分あると思います、結構ね。どこに大きなシワができるか、頭にすごい大きいシワできてんの俺あんま見たことないんですよ、ね、だから頭じゃないっていう理由はそこにあります。枕なしで寝たときですよ、一番大きなシワができるのはやっぱり背中なんだよ、これ。で、次お尻なんですよ。で、まあ頭にもちょっと圧がかかって、で、ちょっとここちょっとこんな感じになってます。皆さん見てください、でかいシワは背中とお尻にできます。だからまあどっちかです、多分。ういいかもしれないです、ういあかもしれない。ただあではないと思う、あにそんなでかいシワ、はできないからです。そうっていう風に、どこにどういう風にウエイトがかかってるかっていうことが分かることによって、シワ、こういうような圧がか、シワってないかっていうと、くぼんでる部分ですよね、そこに圧が加わってくぼんでる部分なんで、こうやってね、マットレスがへこむ部分にシワができるわけでしょ、だって原理的に言うとね。っていうと、背中にシワってあんま見たことないです。背中はちょっと浮いてんです、だからそういう意味ではちょっと太ももとかこの首の裏とかにもやっぱ浮いてんですよ。っていう風に、多分ね、頭は重いんだけど、多分人間の形状の問題で、多分頭そのものの圧よりも背中そのものの圧の方が大きいんでしょう。てな感じで、こういう絵を描くときに、寝てるっていう人間のその何でしょうね、どこにどうウェイトがかかることかっていうことが分かることによって、寝てるポーズ、こういうシワがどこにどうできるかっていうのが分かります。話戻るね、ここ結構重要なポイントでしたね。で、このように直線で、だからうつ伏せの時は地面側が直線で引いて、そこからモコモコモコって書いていけばいい。これをもっと簡単に言うとですよ、僕はどういう風に考えるかっていうと、モコモコモコ
これだけ。こういう風に考えます、僕。で、これが例えば、これでもそうですよ。モコ、モコ、モコはこういう人ですよ。っていう風に、地面側を直線で引き、それでモコモコさせりゃいいんですよ。そんな雑な。でもこれが人間の地面があって、圧が加わってっていうことを超単純にシンプルに書けるんですよね。じゃあ次こんな感じの時は角度アングルがついた時にどう考えたらいいのかっていうのをちょっと解説しますね。そうだな、こういう正面の場合は3レイヤーとかにちょっと分けて考えます。まずこの手前、そして中間のこの胴体をつなぐところ、そして奥っていうふうに分けますが、3つに分ける必要もあんまないんですよ。もっと極論言うと僕2つに分けます。こことここ、頭と上半身っていうふうにもう分けちゃうくらいに分けて、でその中間はまあ適当に埋めるっていうのもあるけど、辻褄合わせて適当に埋めちゃう。頭かいて肩かいて、これが上半身で、次が後ろに足下半身がある、こういうレイヤーで分けちゃうので、その間はこうなってんなと、さっきのモコモコですね、モコモコと。でその間はもう圧縮されてんでしょうよって、ね、なんて簡単なんだ。こんな簡単に考えます、僕は。まずは。で、重要なのは、この四角なんだよ、結局は。この全体を四角で区切った時の縦横の四角の比率がどうなっているか。まあ、台形で取ってもいいですよ、そういう意味では。ね、台形で取ってもいいですけれど、この形なんだよ。この形が分かれば、あとはこの間を埋めていくだけっていうのは、いつもの通りです。